北品川駅は東京都品川区北品川一丁目にある京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は KK02。開業時は京浜電気鉄道線の終端駅で八津山橋駅と通称されていた。1925年に平洋軌道によって路線が高輪駅へ延伸されるまでは東京都心側のターミナル駅であった。一時は東駅まで東京市電が乗り入れ、 専用ホームが作られるなど決接点となった。川崎方面からの乗客の多くが当駅で市電に乗り換えてしまい、高輪駅まで乗り通す客が期待したよりも少なかったため、京浜電鉄の営業上あまり有利ではなかった。なお、京浜線の品川乗り入れと引き換えで、東京市電の乗り入れは終了した。品川駅よりも南に位置するが、旧東海道の品川宿北端に立地しているため、 北品川駅と名付けられた。開設当時の所在地は、江原郡品川町大技北品川宿であった。なお、品川駅の所在地は、品川区ではなく港区高輪3丁目である。ホーム6両編成対応の相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。ホームはほぼ南北方向に伸びる。上り線ホームの西側には、補線機械を留置するための側線が設置され、 上り方で本線と接続されている。改札口は、上りホーム南側に面して一箇所設置され、上下ホームは二本の古線橋で結ばれている。従来から、ある古線橋に加え、エレベーター専用の古線橋が2007年に新設された。駅間一度放送は、一番線が関根正明、二番線が大原さやかが担当している。ただし、 二番線から発着する電車は、西園でも、千楽寺駅までの運転である。2018年度の1日平均乗降人員は9697人で、あり、京急線、全72駅中59位、品川駅から徒歩県内にあるためか、利用者は少ない。都内の京急の駅では、最小となっている。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の、推移は、 下記の通り、駅東側には商店街がある。国道15号が京急本線と並行する形で駅の西側を通過している。駅前すぐ、国道15号を上に北品川バス停があり、東京都交通局及び東急バスの路線バスが発着する。京浜急行電鉄本線エアポート開得開得特急、エアポート急行通過普通品川駅。 北品川駅から新馬場駅東京と統計年間、ありがとうございます。